おはようございます。PEMS、PEMS、リスニーブ用へ、日本語、英語リスニング教材サイトです。米ミズーリ州、新型コロナで中国指導部を提訴。4月22日、米ミズーリ州は21日、新型コロナウイルス感染症、COVID-19 のパンデミック、世界的な大流行の十分な予防策を取るのを故意に怠ったとして米連邦裁に中国指導部を提訴した。米国の州がこのような裁判を起こしたのは初めて。トランプ氏の与党、共和党が主導するミズーリ州の当局は、損害賠償と、中国が防護具の隠匿などを続けているとしてこれらの行為の差し止めを求めて提訴した。損害賠償の金額は明らかになっていない。ミズーリ州のエリック・シュミット、司法長官は、中国政府は、新型コロナウイルス感染症の危険性とその伝染性について世界に嘘をつき、内部告発者を黙らせ、この病気の拡散防止策をほとんど取らなかった、と主張し、彼らは自分たちが取った行為の責任を問われなければならない、と述べた。米国法は、国内の裁判所は外国国家に対する訴訟管轄権を持たないという主権面積の原則を採用しているため、この訴訟が成功する可能性はほぼない。ミズーリ州は、中国共産党は中国の正式な国家機関ではないとして、中国共産党を相手取って提訴した。訴えでは新型コロナウイルスとその拡大防止策で数百億ドルの損害が発生する恐れがあるとの推計を示し、中国共産党が未必の故意によりミズーリ州とその住民の権利を無視したと非難している。また、中国当局が武漢での流行初期に内部告発者を拘束するなど新型コロナウイルスの報道を抑圧したことや、中国が当初、人から人へ感染する証拠はないと述べていたことも訴えの中で指摘されている。以上です。ありがとうございました。リスニーVOAでした。